よろしくお願いします。お着物を着ての、感想とポイントを教えてください。はい、宮本真由です。本日は椿と梅の花が刺繍されていて、この金駒刺繍という椿が特徴になっているようです。すごく素敵なお着物で、嬉しいです。ありがとうございます。着てみていかがですか？着てみていかがですか？すごく素敵なお着物で、テンションがすごく上がります。はい、ありがとうございます。今年1年振り返ってどんな年でしたか？なんか思い出に残っているエピソードとかありますか？はい、今年は、初映画出演、初主演をさせていただいて、それをきっかけに髪を18センチ切りまして、それがすごく思い出に残ってます。何年ぶりぐらいに切ったんです？本当にでも10年ぶりぐらいに切りました。しばらくはそれぐらいの長さで。はい、でも髪が本当に伸びるのが早くてもうこれぐらいまで伸びました。ありがとうございます。来年の抱負を教えてください。はい、来年は昨日発表されたんですけれども、1月クールのドラマがあるので、まずはそのドラマに全力投球して頑張りたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。では川口さんにお伺いします。はい、今回初めてだと思いますが、はい、まず感想とお着物のポイントを教えてください。はい、川口ゆりなです。そうですね、私が事務所に所属してから、8年経ったんですけど、今回初めて参加させていただけて、こう私自身の目標でもあったので、とても嬉しい気持ちでいっぱいです。そして今日着ている振袖は、豪華、幸福、風紀っていう意味を持ったボタンのお花が大きく咲いている振袖になっていて、でそれを意識してヘアメイクも華やかで上品な、そんなイメージを持って、コンセプトを持って表現しました。はい、あまり普段は着物を着る機会っていうのはないですか？そうですね、振袖は成人式以来です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今年1年を振り返っていかがでしたか？思い出に残っているエピソードなど教えてください。今年は私自身が初めてのことがたくさんあって、ソロアーティストとしてデビューしたことだったりとか、あとは雑誌の専属モデルをやらせていただくことだったりとか、こう韓国に行って帰ってきてから、こう自分を取り巻く環境がすごく変わった1年だったので、なんかこうすごく新鮮な1年でした。ありがとうございます。はい、
来年はどんなことにチャレンジしたいとかありますか？来年は、ソロアーティストとしてだったりモデルだったり、なんかそういう今年取り組ませていただいているものをアップデートして更新しつつ、自分をこう研究してなんかこう磨いていけたらいいなっていう、そんな1年にしたいなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。お着物を着ての感想とポイントを教えてください。はい、まず私の好きな紺に下は赤と白のお花が散りばめられていて、実はここにラメラメが入っていて、これがすごく可愛くてポイントな部分です。と着物はすごく、着てみての感想はすごく緊張してるので身が引き締まりましたし、あとは来年頑張るぞという気持ちになりました。今年1年振り返っていかがでしたか？はい、今年は本当にいろんなことを吸収できた1年だったなというふうに思います。まずこの仕事をしていく上で引き出しが多い方がいいと思ったので、まずは興味のあることには進んで積極的にいろんなことにチャレンジ挑戦させていただいて、そうですね、いろんな引き出しが広がりましたし、あとはいろんなことを自分で吸収することができました。なんか引き出しを増やすためにやっていることとかあります？そうですね、まず引き出しというか、私は体作りをしようと思って筋トレをすごく始めました。あとは語学の勉強もちょっとずつしています。来年に向けてこういったことにチャレンジしたいとか抱負はありますか？はい、まず2022年がモデルのお仕事を中心に、そして仙台の地元の仙台のお仕事を中心に活動させていただいたので、2023年からはお芝居の方に挑戦させていただくということで、いろんな方のいいところをたくさん吸収して役者としても成長できる1年にできたらいいなというふうに思います。なんか目標にしている方とかいらっしゃいます？そうですね難しいね。もうここにいる方全員気を使わせてしまいました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。鶴島さん、お願いします。よろしくお願いいたします。で、お着物を着ての感想とポイントを教えてください。はい、私は今回が初めての参加ということで、本当にこんなに素敵な方々とご一緒させていただけることがすごく光栄に思いますし、初めてということで私の永遠のテーマカラーでもあるピンク色の振袖を身にまとわせていただいたんですけども、すごく私にとってピンク色は本当にパワーを与えてくれる色でもあるので、自信を持って今日はここに立つことができております。なんかこう今までこう先輩方が出てらっしゃったと思うんですけども、何かこう対策みたいなのあったんですか？いや、もう例年の皆様がこう並ばれてる画像をもう必死に見て、皆さんどんな髪型ヘアメイクしてらっしゃるんだろうっていうのを見て、私も先輩方の背中を見つつ自分らしい個性を今日ここで発揮できるようにと思い立っております。はい今年1年振り返ってどんな年でしたか？そうですね、今年1年は特にいろんなお役に出会わせていただく機会をすごくいただいたので、
特に制服を着る役はずっとやりたいって言っていたので、たくさんできてすごく嬉しかったですし、こう個性の強いキャラクターをやらせていただくことが多かったので、こう自分にとって挑戦的な1年でもありました。来年はどんな年にしたいとかあります？そうですね、来年年明けから初めての主演のドラマが始まりますので、そちらの方も今撮影中なので、ぜひ皆様に楽しみにしていただけたらなというふうに思っておりますし、あとは本当にやりたいことがもう本当にたくさんありますので、こうファンの皆様と手をつないで、鶴島ノアにしかできない表現をこれからも届けていけたらいいなというふうに思っております。中でも一番これやりたいみたいなのあります？文章を書くことが好きなので、こう自分だけの物語を紡いで、そこに自分が実写で出演できるようにしたいなというふうに思っております。はい、ありがとうございます。どうもありがとうございます。では尾崎さんお願いします。はい、お願いします。では置物の感想と、ポイントを教えてください。ポイントは今年で4回目の参加をさせていただくんですけど、1年目も2年目も3年目も3年連続でブルー系の置物だったんですけど、今日初めて焦げ茶になりましたね、すごくこの竹の柄も入っていて、すごくかっこいい置物だなと思います。そして4年連続で出させていただけているので嬉しい気持ちでいっぱいです。今回そういう系の色にしようとしたのはご自身のリクエストですか？あ、いえ、マネージャーさんでそう、なんかちょっとかっこいいイメージをつけたいらしくて、こういう色でした。はい、いかがでしたか、着てみて？あ、嬉しいです。なんか結構似合ってるって言ってくださったので、皆さん、あ、かっこいい系も意外といけるんだなと思っていいなって思ってます。はい、ありがとうございます。今年1年振り返って、思い出に残ってるエピソードとかありますか？思い出はそんなにないですけどあ、でもいろいろ映画やドラマに参加させていただいて、監督やスタッフさんの皆さんとこうご縁作りができた年になったかなと思います。はい、なんかそうですね、やっぱ映画とかが思い出が残ってる感じですか？そうですね、思い出、でも、撮影に参加させていただけるだけですごくありがたいことなので、思い出っていうより毎日必死にお芝居して撮影に挑ませていただけていたかなと思います。来年の目標、こういうことをチャレンジしたい、なんかありますか？そうですね、変わらずお芝居をずっと続けていきたいですし、もうシンプルに2022年今年よりももう一日でも多く撮影に参加してずっと仕事をしていきたいなと思います。お毎日仕事でも大丈夫なの？あ、全然大丈夫です。もうむしろそれがいいぐらいですはい、ありがとうございました。ありがとうございました。